はい、ですね、ちょっと先ほど台湾旅行の話とちょっとまあ続きな、まあ続きというかちょっと重なる形になってしまうんですけれども、ちょっとテーマガラーンと変えましてね、ちょっとミスコンの話をしていただきますね。で、この前ですね、ミスグランドジャパンっていうミスコンを行ってきましたね。はい。でですね、ミスコンですと、まあ、いろいろ言ってたんですよ。まずこのフェイスブックとかにも、フェイスブックとインスタグラムでは多分あると思うんですけれども、ミスグランドジャパンというミスコンに行ってきましたね。ミスグランドジャパンと言いますと、まあ、ちょっと軽く喋りたいと思いますよろしくお願いします。ミスグランドジャパンと言いますとですね、ストップザワーというテーマをもとにですね、世界中からのですね、まあ戦争とかと貧困をなくすでしたね。ちょっともしちょっと間違えてますと言えばちょっと本当ごめんなさいなんですけども、そういう感じのテーマだと思います。そういうミスコンがあります。でですね、そのミスコン、そのミスグランドジャパンとミスコンはですね、今年は10月25日ミャンマーだったかな、確かに偉いと思うんですけれどもですね、やるんですね。はい。でですね、そのミスコンにこの前ですね、7月の30日でしたと言ってきました。でですね、2日まで行ってきましてですね、実はですね、動画を撮りたかったんですけれども、元の運営会社からで写真は OK になって動画ダメって言いましてですね、動画ちょっと全く撮れなかったんですね。でですね、もし雰囲気だけ味わいしたければ、写真、僕のインスタグラムとかフェイスブックでたっぷり上げてますので、それでちょっと雰囲気で味わってもらえば幸いでございます。でですね、まあ本当にミスグランドジャパンは本当に良かったですよ。なんか20人でしたっけ、20人のなんかメンバーが集まってですね、なんかやったんですけれどもですね、はい、ですね、もう本当に良かったです。水しず、まあ写真を見れば分かると思う、紫色の水着を着てダンスをしたりとかですね、あとなんかドレスみたいなドレスとかも着てですね、本当になんか輝いてるなーと思いましたね。やっぱりですね、僕はちょっと立ち席で当時座ったんですけれどもですね、なかなか、まあ、で、その当時のですね、まあ、1位って書いてあるの、小田遥香さんっていう、まあ、モデルの方ですね。その子がですね、本当になりましたね。はい。まあ、改めまして、雄大コープの代表取締役社長の三浦雄大って、誠に、まあ、改めまして、本当に誠におめでとうございます。はい。でですね、まあ、ちょっと、まあ、今回のミスグランドジャパンも含めてですね、ミスコンのですね、まあ、今、勢いに乗っている、まあ、ミスコンのですね、まあ自分的な勝手な感想というか、まあで、まあ気になってるなーって、こうちょっと5人ほどちょっとね今考えてですね、ちょっと発表したいと思いますので、ちょっとよろしくお願いいたします。でですね、まあ特にまあ気になってる、まあ今年もですね、まあ去年から結構ミスコンは結構行ってるんですけれどもですね、ミスコンはその例えば今年2018年なんで、今年もなんかかなり目立ってるなーっていうのはやっぱありますね。はい。でですね、まずですね、トップ5位からも入る前にですね、プラス、まあ、少しまだやっていないミスコンがまだあるんですよ、今年。ミスワールドっていうミスコンがあるんですけど、ミスワールドジャパン2018なんですよ。実はですね、こちらのミスコンがですね、僕ちょっと先ほど喋ったの台湾旅行の初日が8月28日から行くんです、31日は行くんですけれども、その8月28日ミスワールドジャパンがなんか日本大会と多分赤坂でやると思う、それがちょっとね行けなくなってしまったんですよ。ちょっと本当そう動画全く撮れなくなってしまって、本当今さらちょっと本当申し訳ございません。本当にまあ僕も本当行けなかった、本当誠に悔しいんですけれどもですね、本当にまあもしその関連の動画も後日何かしら上げられたら上げたいと思います。でですね、まあまずトップ5位に入る前ですね、まず一つ気になっている、まあミスコンのなんかまあ出場者っていうか、まあ、勢いに乗っているミスコンの僕個人の気になっていく発表したいと思います。まずですね、番外編といたしましてですね、まあ、ある一人を上げたいと思います。それはですね、2018年ミスワールドジャパンですね、これあくまで出場しているまあコナン、まあ、出予定っていう関係なんですけれどもですね、ミスワールドジャパン鈴木文奈さんっていう人がいらっしゃるんですね。でこの子は一体誰なんだって、まあ、皆さん思うと思うんですけれどもですね、この子はですね、グラビアアイドルやってる方なんですね。はい。で、僕はちょっとまあその子はちょっとまだ一回まだ会ったことないんですけれども、なんかミスワールドジャパンっていう、まあ
もともとはイギリスが発祥のミスコンなんですけれども、そのミスコンがですね、まあ日本大会もやるんですけれども、20人だったかな、そのぐらい出るんですよ、なんか今年でですね。その発表会がなんかこの前7月の17日でした、ちょっと忘れちゃったんですけど、なんかあるんですよね。でそのなんか発表してですね、なんかこの子の子、これあくまでもちょっとあの他のメンバーを否定するつもりは全くない、ちょっと誤解を与えないでもらえますないんですけれども、その中でなんかグラビアアイドルをやってなんかミスコン出るっていう、あれこの子なんかまあいい意味でちょっとねすごいってかちょっと変わってるなっていう、なんか僕は印象を持ちましたね。なんか鈴木文奈さん、確か平成2年ですよ、平成1990年までな、確か7月の5日とかそのあたりだったかなと思うんですけれども、グラビアアイドルやってるやつで、なんかなんか周りはちょっとその高校生とか大学生とかそういうのがすごい多いんですけれども、あとなんか音楽やってる子とかも本当多いんですけれども、それがなんかグラビアアイドルやってますとかって言って、グラビアアイドル、僕の今あのミスコン系のちょっと動画も、まあ 2年ぐらい前からやってるんですけども、僕の知ってる方はグラビアアイドルやってる子で、そのなんかミスコン出てても全く初めてっていうかなんですね。なんかこの子の鈴文奈ちゃんっていう子はなんかこう喋ったんですけれども、あのグラビアアイドルっていうのはあの日本特有のなんかまあ文化なんですね。でその日本特有の文化をですね世界に発信したいって喋ったんですね。ですがなんかすごいなと、自分の職業をなんかそう全世界に広めたいっていう、なんかしっかりした考えを持ってるんだなっていう、なんかありましたね。はい、なんか僕もちょっとグラビア系の撮影会とかってあんまちょっとまだあんまり行ったことないんですけれども、おーなかなかすごい、なんか全然なんか伸びしろがある子だなっていう印象はありましたね。はい、でですね、まあちょっとこれからちょっとこれは番外といたしましてですね、ちょっと5人を挙げたいと思います。よろしくお願いします。まあ5位といたしましてですね、まあ勢いに乗ってる、まあ、ミスコンランキング、まあ第5位はですね、まあ先ほどミスグランドジャパンのですね、まあ名前だ小田遥香ちゃんでしたっけ、あの子がまあ5位ですね。まあ理由といたしましてですね、まず身長がまあ高かったことと、まあ179センチなんかあるんですね。でですね、喋ってか、その僕はその当時7月の30日大会があってですね、その子喋ったんですけれどもですね、まあなんかしっかりしてるなっていう印象はやっぱ持ちましたね。はい、ですね、まあなかなかああいうしっかりと喋った子は、感じいい子はですね、あの世界大会でも絶対なんかね、何かしらのね成績では残せる可能性はたっぷりありますよと、よろしくお願いいたします。でですね、次はですね、ちょっと時間が迫って第4位といたしましてですね、僕の YouTube の動画で多分上げたと思うんですけれどもですね、ミスアースジャパンのですね2018の、まあ、日本で書かれた田中美穂さんですね。この子はあの確か石川県の代表だったかなと思うんですけれどもですね、この子もですね、なんか178はすごい高い子なんですね。でですね、まあ本当世界で本当頑張りたいと喋ってての上ですね、あの僕もその子にちょっとあの、まあ、祝電と言いましたら、お祝いの言葉は本当におめでとうございますってことを言っていただいた、じきじきなんかね返信が来たんですよね。あの田中美穂ちゃんでしたっけ、あの動画を見ました、あの世界あの動画を見ました、本当にありがとうございますと、なんかそういう言葉をいただきましたね。本当にで、あの確か今年フィリピンでしたっけ、確か12月かそのあたり11月3日でしたら確かあると思うんですけどもですね、そう本当に頑張っていただきたいと思いますね。で次はあの第、まあ、3位といたしましてですね、第3位はですね、ミスあのそのミスグランドジャパンの同じ日ですね、ミスインターコンチネンタルジャパンのですね、特に輝いたあの一つ山梨沙さんっていう子がいらっしゃるんですけども、ね、あのですね、この子はですね、あの当時ミスユニバースジャパン2017メンバーでありましてですね、まあこの子もですね、あの結構僕のミスコン系の動画に数々出てる子なんですね。もともとはなんか静岡県のなんかあのテレビのなんか レポでしたじゃなくて、あの子やってるんですけどもね、まあ結構前々から結構知ってる子だなっていうので、ほんとしっかりまあよくよく頑張ってる子、まあだからミスインターコンチネンタル、あ、なんかツーリズムでした、ツーリズムジャパンっていうミスコンで、だから今年はなんか12月になんか中国のどっかでやるということですね。まあ身近な人が日本代表って本当におめでとうございますという感じなんですけどね。はい、この子は3位ですね。
ですね、まあ第2位はですね、ミス、ユナイテッドコンチネンタルです。確かあの今年はミスあのスプラッシュジャパンで日本代表、あ日本大会です。確か動画は多分たっぷりあげたと思うんですけど、その子に、ね、駒形遥ちゃんって子なんですね。この子はですね、あの去年のミス、去年2010年のミスイレバージャパン日本大会ですね、新潟代表出てた子なんですね。でその子もですね、結構8アジですごい感じがいい子なんですよ。でその子がですね、今年の確かね、9月の8日ですね、エクアドル開かれるそのミスユナイテッドコンチ、コンチネンタルの、その名前だったと思うんですけども、その子日本なんか大会出るということですね。ああ、本当に頑張っていただきたいと思いますね、やっぱり。はい。でですね、その子は2位で、なんととうとうまあ1位なんですけれども、あの、まあ、数々ミスコン行ってたら特に一番なんかすげえなと思う子は、この子であります。ミススプランスのジャパン2017年日本で出た越川由紀さんでございます。理由なんですけれど、まずですね、越川由紀さんですね、あのまあ僕のまあまあ僕 の, あのミスコン系の動画でも数から出ておりましてですね、多分この子はですね、あの数多分、まあ、数えないちょっと分からない、多分最多を誇ってると思うんですよね。結構ミスコン以外の結構もともとこの子はモデルだったんで、僕のとミスコン中動画以外にも僕イベント中動画も流して、そのファッション中動画で数多く去年から出演をしているので、多分動画の数で多分トップかなりを1位を2位を争うんじゃないかと思うんですよね。はい。でですね、この子はですね、まず2017ミスユニバージャパン千葉の、まあ、メンバーだったんですけれども、まあ、去年のですね2017ミススプランスジャパンのですね日本大会ですね、なんと1位を抱えてましたね。でですね、まあ皆さんも多分、まあ、僕の動画をファンだったら分かると思うんですけどね、今年去年の12月にですね、ミススプラナショナルジャパン、ミススプラナショナルの世界大会のポーランドクリニッツって街で開かれたんですけれども、そこでですね、トップ20だったから輝きましたね。はい。で、あとですね、もうすごいことです、あの女性の下着をトリップっていう、あ、まあ、下着、その頃にトップイメージガールで選ばれたことと、あとなんか今年入ってですね、野菜のなんかそのなんとかソムリエ、野菜ソムリエでしたっけ、なんかそういうのになんか選ばれたらしいんですよね。であとなんか今日なんかそのハワイのなんかその宝石をその PR するなんか仕事でしたね、なんかそういうの分からないですけど、その子にもなんか選ばれたらしいんです。すげえなと思いましたね、やっぱり。いやまさか、あのと数々のミスコン系を見て、この子は三越川由紀ちゃん本当にすごいなーって印象はありましたね。はい。以上かな。はい。でですね、まああのミスコンですと、まだあの以上だトップ5位なんですけども、あのこれが出した名前はですね、あの YouTube で検索すぐ出てバッと出てくると思います。あの皆様のご参照いただければ幸いでございます。でですね、まあ今後のミスコンのまあ関係する動画なんで、まずミスワールドでしたっけ、ミスワールド、あと10月にてミスインターナショナルでしたっけ、確か日本橋10月の19か18だったな、その開かれて、もし行ってたら行こうって動画を撮りたいと思います。よろしくお願いいたします。以上かな。ミューダイコープのミューダイダーでした。ありがとうございました。はい。